娘たちと一緒に日本を訪れたフランス人の母。彼女は日本の女子学生たちの後ろ姿を見て、驚きを隠せませんでした。その衝撃が大きかったのか、すぐに娘の目を覆いながら、恥ずかしいことだ、と何度も言います。多様性を尊重するというフランス人が、一体日本で何を見て衝撃を受けたのでしょうか。今から詳しく調べてみます。最近、日本旅行から帰ってきたという一人のフランス女性の話です。こんにちは、私はフランスに住んでいるジュリアと言います。私は8歳と11歳の二人の姉妹、サロメとオリビエを育てています。結婚前から私と夫は海外旅行という共通の趣味を持っていて、財政的な負担から豪華な旅行はできませんでしたが、それでも私たちは多くの場所で思い出を作ることができました。しかし、結婚後は子供の世話で一度も海外に出かけていないので、これからさらに忙しくなる前に娘たちと一緒に家族旅行に行くことにしました。今まで個人の幸福のために海外に行っていたが、今回は子供たちのための旅行にしたくて、娘たちが好きな日本に行くことにしました。子供たちはテレビを見る際もアニメーションチャンネルばかり見つめ、どこに行くにも任天堂を持ち歩くほど日本が好きでした。そんなわけで、私たちは完璧な日本旅行を楽しむために徹底的な計画を立て、ワクワクする心で日々を過ごしました。しかし、日本旅行がたった1週間後に迫ったところで問題が発生しました。夫がビジネスミーティングの問題で一緒に日本に行けなくなってしまったからです。旅行のスケジュールを再調整するには、すでに多くの予約をしていたために損失が大きく、何より末娘は毎日カレンダーに印をつけるほど日本旅行を心待ちにしていたので、私たちは子供たちを失望させるわけにはいきませんでした。結局、そうして私は子供たちと3人で日本に出発することになりました。初めて訪れた日本の印象は非常に良かったです。京都は思ったよりも非常に活気にあふれた都市で、通りは多くの人々であふれていて非常に活発でした。もちろん、私一人での旅行であれば、日本独特の伝統的な雰囲気が漂う京都は私にとって本当に最高の都市だったでしょう。私はこのように活気があり、伝統的な文化が感じられる雰囲気が好きなんです。しかし、子供たちと一緒の旅行ということで、私は少しの緊張感を持続するしかありませんでした。なぜなら、フランスではこのような活気のある都市ほど多くの犯罪が発生するからです。実際、以前にパリで家族旅行に行った時、ちょっとした油断で混雑した人混みの中から一瞬にして手が現れ、オリビエのネックレスを盗んで逃げたことがありました。彼がオリビエの首にかかっていたネックレスを無理に引っ張って取っていったせいで、子供の首にできた傷は何日も消えなかったです。ネックレスくらい再購入すればいいとはいえ、どうして子供が怪我をすることを全く考慮せずに危険な行動をするのか、私は大いに怒りながらも、自分の利益のために人としての良心を放棄するフランスの現状に悲しみを感じました。それ以外にも、フランスで暮らしている間に経験した数々のスリの事件や危機的な瞬間を考慮すると、子供たちのためにもしっかりと気を引き締めていなければならないと思いました。ともあれ、私たちは日本の雰囲気を感じながら、いくつかのレストランも体験しました。旅行する際に最も重要な要素の一つはやはり食事ですからね。そして、私は日本料理についてもたくさん話したいことがあります。子供たちの日本愛のため、フランスにいる間も何度か子供たちと一緒に日本料理店に行ったことがあります。そのおかげで、子供たちは日本で新しい料理に適応するのに全く困らず、何でもよく食べて驚くほどでした。特にオリビエは、丼、ナル料理が大好きで、フランスの日本料理店には一種類の丼しかなかったが、日本には多種多様な丼があるので全部食べて帰るつもりだと大喜びしていました。もちろん私も、数種類の具材が追加されただけで全く違う味がする丼の魅力に夢中になり、一緒に出てくるおかずも健康的な感じがする美味しさでした。そして、店を出る際にサロメが入り口に展示されている魚の頭を見て、この魚はどうやって釣ったんですか、と店主のおじさんに無邪気な眼差しで尋ねました。すると、店主のおじさんは親切にも自ら釣り竿を持ってきて子供に直接見せながら楽しく教えてくれました。当時、客で賑わって非常に忙しかっただろうに、子供と我が家の思い出のためにこんな風にしてくれたことが本当にありがたかったです。そうして、子供たちと楽しい時間を過ごしているうちに、いつの間にか夜が更け、私たちは事前に予約していた京都シティツアーバスに乗るために出かけました。シティツアーバスは驚くほどでした。夜になると全く活気を失ってしまうフランスや他のヨーロッパ諸国とは違い、日本はむしろ夜になるとさらに美しい姿を見せてくれました。
一体どうやってこのレベルのインフラを構築したのか。観光地をやっと照らす他の国とは違い、日本は観光地でない一般の住宅地でも非常に明るく活気にあふれていました。そして私はツアーバスで観光をしながら、日本人の市民意識が非常に優れていると感じることができました。夜になると人がいなくてゴミだけが残るヨーロッパとは違い、日本は夜でも非常に清潔な街の状態を維持していました。彼らはヨーロッパでは一度も確立されなかったレベルの高い文化を持っていたのです。そうして私たちは、日本の夜景とインフラを楽しみながら満足のいくツアーを終え、宿泊先に戻ろうとしました。しかし、ある若い日本人カップルが急に私たちを呼んでいました。実は外の風景に見とれていたサロメが、バスの座席に携帯電話を置き忘れ、それを見つけた日本人たちが携帯を私たちに返してくれたのです。サロメの携帯電話は非常に高価な最新型であったにもかかわらず、何のためらいもなく私たちに携帯電話を見つけてくれた日本人たちの姿に、私は非常に感動しました。そして、その日本人のカップルに感謝を伝え、宿へ向かう途中で、私は気づかなかった驚くべき日本の側面に気がつきました。それは、夜遅い時間であっても、日本人は女性や子供も含めて当然のように街を歩いていたからです。さらに、彼らは携帯電話を手に持って歩いたり、ズボンのベルトにイヤホンをかけたりしている人も多く、ある女性はズボンの後ろポケットに財布を入れて歩いていました。私は本当に衝撃を受けました。私はフランスでも比較的安全な地域に住んでいますが、日が暮れると、私の子供たちはもちろん、体格のいい男性である夫でさえも、安易に外に出ません。ヨーロッパでは、いくら安全な場所でも夜になると各種の薬物中毒者や強盗、ホームレスなどが出没するため、女性や子供が一人で夜道を歩くことは自殺行為に等しいです。実際、途絶えない児童誘拐事件や夜道で発生する銃犯罪の統計を見れば、ヨーロッパの夜がどれだけ悪夢のようかを実感できます。そして、私が見たような日本人が高価な品物をそうして何気なく持ち歩いていると、夜まで待たずとも昼前には全てスリに遭うことを確信します。ズボンの後ろポケットに携帯電話を入れて歩く行為は、ただ携帯を寄付するから、どうぞ持って行ってくださいと叫んでいるのと同じで、スリはあなたの寄付を受け取っただけですよね。そして、警察ではこのようなことで公権力を無駄にするわけにはいかず、もう帰ってくださいという冷たい言葉しか聞けないでしょう。しかし、日本では夜遅くても女性や子供が何の警戒心もなく路地を歩き、自分たちの高価な貴重品をまるでなくしても何も問題ないような学用品のように扱いながら歩いていても、何の危険もありません。私は一体この国では、協力犯罪は愚か、よくあるスリさえも存在しないのかと驚愕を隠せませんでした。しかし、次の日の朝に我々が鴨川の落ち着いた風景を楽しむためにバスに乗った時、私は日本の学生たちの信じられない行動を見て、フランスで一生過ごしてきた私が日本を理解するのは初めから無理なことだと感じ、ただ深刻になってしまいました。なぜなら、その時ちょうど日本の学生たちが登校している時間だったのか、バスの中は様々なデザインの制服を着た学生でいっぱいで、それでも非常に混雑したバスの中で騒がしく話す人は誰もいなかったんです。そして、学生たちはバスが混んでいることを自覚したのか、一人一人が背負っていたバッグを下ろして、片手で持ち始めました。誰かが代表として、人が多すぎます、と言ったわけでもないのに、自分自身が他の人たちのためにそのような行動をするのが本当に不思議でした。日本では、他人に迷惑をかけないように、というエチケットを教える場所が別にあるのでしょうか。少なくともフランスでは、子供たちの身の安全が脅かされる事件が多く発生するため、知らない人には常に警戒し、注意しなさいといつも言います。フランスの人々も日本人と同じような高い国民性を持っていたなら、いつも注意しなさいという言葉の代わりに、他の人の立場を考えてみて、いや、他人に迷惑をかける行為はできるだけしないで、と言っていたでしょう。ともかく、そうして日本で素晴らしい経験をしてフランスに帰国した私は、夫に日本で体験した驚くべき話をしたのですが、夫はどうしても信じられない様子でした。もしそのような国が本当に存在するなら、私がずっと欲しかったバッグを買ってくれるとまで提案してきました。バッグのことは別として、次回も家族旅行で日本に再訪する予定で、その際に日本人がまたどんな驚くべき光景を見せてくれるのか、もう今から楽しみです。彼女の話はこれで終わりです。そして、彼女の家族は1ヶ月後に再び日本を訪れたそうです。日本での出来事を信じられなかった彼女の夫も、誰よりも日本の旅行を存分に楽しんだと言います。本日の動画はこれで終わります。ご視聴いただき、ありがとうございます。